カナダで新プロ習得に向けトレーニングに励むりくりゅうこと三浦璃来選手と木原龍一選手にまたもテレビ出演オファーが舞い込んできました。多忙を極める中、世界チャンピオンであるりくりゅうの出演にファンの方々からは歓喜の声が寄せられています。昨シーズン年間グランドスラムを達成するなど輝かしい成績とともに素敵な演技で世界中のファンの方々に笑顔と幸せを届けてくれた2人。激闘のシーズンを終え、アイスショーの合間には多くのメディアなどに登場し、その度に大きな話題となって注目を集めています。そんな2人が今回出演する番組はBS 富士が2021年から放送している日本美景巡り。日本の美しい景観を求めて俳優やモデル、さらにはデザイナーなどの顔を持つ和合真一さんがカメラを片手に各地を巡る旅番組となっており、2人は番組初となるゲストに。和合さんは自身の SNS にすんごいゲストを招かせていただいております。番組初のゲストはフィギュアスケートのペアで年間グランドスラムを達成、りくりゅうペアの三浦璃来選手と木原龍一選手と2人がゲストであることを素敵な写真とともに明かしてくれました。さらに今回の美景巡りは日本を飛び出して東カナダへ、りくりゅうペアを番組初のゲストにお迎えしてトーク盛りだくさんでお届けとも紹介すると、りくりゅうファンのみならず多くの方々からその投稿に添付された3人の素敵なポーズを称賛する声が。カナダを拠点に2人では3年以上それぞれ別のパートナーでもカナダにいたことのある2人ですが、オフ以外はあまり外には出ない様子。そんな2人が昨シーズンの大活躍などから知名度も一般の方々に広く知られるようになり、今回の出演となったのでしょう。今回の撮影地となったのはカナダ第二の都市といわれるモントリオール。りくりゅうが拠点とするトロントとは同じ東カナダに位置しており、飛行機や電車など多様な移動手段がありますが、待ち時間なども含めると最低でも4時間はかかるという距離となっています。それでも2人がパートナーシップ契約を結んでいるエアカナダも運航していますし、荘厳な大聖堂はもちろん SNS 映えするエリアや自然豊かな公園などが集中しており、三浦選手が大好きな絶叫マシーンがたくさんある遊園地もあるようです。そんな素敵な場所を舞台に2人がゲスト出演することを知った方々からは、和ごとりくりゅうとモントリオール、最高すぎる組み合わせ、美の探求者の和合さんが2人をどう引き出してくれるのか、きっと驚きの時間になりそうなどの声が続々と寄せられています。この番組は不定期に放送されているようで、現在のところりくりゅうが登場する回の放送日は未定となっていますが、ロスを感じている方々にとっては嬉しい情報となっていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。ひたすら嬉しい、遠く盛りだくさんって期待しかないわ。めぐり特番&初ゲストがりくりゅうペアって情報型、放送日が待ち遠しいです。りくりゅうノリ良すぎだろ、特にりくちゃんが可愛すぎ。りくりゅうがゲスト出演、見れないけど嬉しい、りくちゃんの美女良すぎです。なき探求者の和合さんがりくりゅうをどう引き出してくれるのか、きっとこれまでとは違う驚きの時間になるのでは。
和ゴトリク・リュウとモントリオール、最高すぎる組み合わせだ。ロスには嬉しすぎるお写真、日本を飛び出してカナダ遠征、そしてリクリュウがゲストとは楽しみすぎる。今回の特番のスペゲスさんたちが本当にスペシャルすぎてびっくりです。ゲストのお二人とのトーク、今から楽しみにしてます。スペシャルゲストすぎませんか？3人の盛りだくさんトーク楽しみです。りくりゅうのお二人ともさすが世界チャンピオンだけあって、指先まで綺麗なポーズ、いろんなびっくり情報でびっくりしているんですけど、やっぱり一番はりくりゅうの特別ゲスト出演ですかね。美しいカナダの風景とキラキラなりくりゅうたちとのトーク、めちゃ楽しみ。予想外なビッグなゲスト、フィギュアの舞台で和合ポーズが見られる日が来るかも。想像をはるかに超えたスペシャルゲストで本当に驚きました。アーティスト同士のトーク楽しみにしています。どんなお話をされたんでしょうか？いつ放送されるのか、ますます楽しみ。番組初ゲストがりくりゅう、こんな素敵な巡り合わせは幸せがすぎますね。りくりゅうペアのお二人の和合ポーズを見られる日が来るとは、ひたすらに驚きが止まりません。放送がとても楽しみです。